皆さんこんにちは。スピリチュアルカウンセラーの片山田塚です。今日はですね、やっと2024年10月27日日曜日、私のイベントを行うということを何度もお知らせしておりましたが、そちらの詳細のお知らせです。さらにはそのチケットをいつ発売開始されるのか、どうやってお取りすればいいのか、そのこともお伝えしますので、最後までしっかりとご覧になってください。そして概要欄もしっかりとお読みになってください。さらにはお読みになっていただくネットもございますので、私のこの情報をご覧になって、再度皆さん個人個人でもご覧になってくださいね。で、まあ皆さんにしっかりとその読んでいただく内容があるんですが、私の方でその内容を読ませていただきますので確認をしてください。では詳細を言っていきましょう。まず今回のイベントの名前がございます。片山田塚出版記念特別講演、幸せになるために必要なこと、そのようなあのタイトルがついているんですが、今もお伝えしました2024年10月27日日曜日です。時間をお伝えしますね。どんどん詳細言っていきます。開演時間が14時、そこから2時間半ぐらいのイベントになります。で、その前の13時、午後1時から会場に入ることができます。ではその会場ですが、どこかお伝えしましょう。会場が東京都渋谷区にあります桜ホール。ご自身でしっかりと地図もご覧になってください。会場の様子を写真でお見せしましょう。すごく素敵な場所だと思いませんか？本当にね、見た時からもう、はあ、ここにしましょうと角川さんと打ち合わせをした時にすぐ決まりました。こちらの会場です。本当にね、素敵な会場です。ではどういう内容をあの今回のイベントではやるのかお話をします。今タイトルにもお伝えしましたように、私の出版記念の特別講演ということですので、まずは出版に対しての私の思い、どういう思いで今回は本を書かせていただいたのかお話をさせていただきます。そしてさらに本の内容にも、とにかく皆さんには浄化の力ということで、皆さんにあの幸せになっていただきたい方法もたくさん盛りだくさんに書いてあるんですが、そのイベントの中でも私と一緒に幸せになるお話、または施し、あの皆さんにもし邪気がありましたら邪気も今回も払いますよ。そしてパワーをとにかく上げていきます。そして考え方はどういうことが必要なのか、もうもろもろ今回のイベントでもお伝えして、皆さんが帰る頃にはすっきりと晴れ晴れと、何かワクワクと、これから頑張るぞという気持ちになるかと思います。何かの運気を上げるきっかけになって、前進するきっかけになるイベントにしたいなと思います。楽しみにしていてください。そして今回のチケットですが、2種類ございます。 VIP 席、そして一般席でございます。先ほどの会場のねお写真見ていただいたかと思うんですが、その会場の1列目2列目前列の1列目2列目が VIP 席になります。もちろん私がもう目の前です。今回の会場は2階席もございますが、その残りの1階席2階席を一般席とさせていただきます。イベント開始60分前より受付を開始いたします。ライブポケットチケットの画面を受付にてお見せください。チケットの確認方法はネットから確認できるようになっております。そちらはご自身でしっかりと確認をなさってください。そして席数の関係上、当日突然チケットを取ってないのにいらっしゃっても入場はできかねますので、ご了承ください。そして終了時間が前後する場合もございますので、あらかじめご了承ください。当日録画などはご遠慮ください。さらにご自身の都合上でチケットは買いましたが参加できなくなりましたという方に、ご返金はできかねますのでご了承ください。ではこれから注意事項をざっと読み上げていきますので、しっかりと聞いてください。まず、ご購入後のチケットはイベントが実施される限りは払い戻しはできません。申し込みのキャンセル、数量の変更、ご返金は対応いたしかねます。イベント内容をよくご確認の上お申し込みください。次に、チケットの転売、譲渡は禁止とさせていただきます。正規ルート以外で購入されたチケットでは、
いかなる場合もご入場できません。購入者ご本人のみ有効となります。次に、安全な運営を図るため、入場時にお客様の手荷物検査、もしくは手荷物の一時お預かり、必要と判断される場合はボディチェックをさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。また警備員を配置させていただく場合もございます。ご協力よろしくお願いいたします。またイベント詳細など大切なご連絡をメールで差し上げますので、必ずライブポケットからのメールが受信できるように設定をお願いいたします。当日は関係者の方でイベントの様子を配信撮影させていただきます。今回のイベントが掲示されておりますページ、そしてソーシャルメディア、ブログ、X、Facebook、Instagram などで今回の内容が紹介されることがございます。ご了承ください。当日、皆様の録画などはご遠慮いただいております。また、開催時の状況によってイベント内容が一部変更や中止になる場合がございます。ご了承ください。注意事項の最後になります。悪天候及び自然災害の影響により、今回のイベントが中止、延期になる場合は、前日のお昼頃までにネットのページにて掲載されます。そして私の方からもご連絡を差し上げます。続きまして、会場にご参加されます皆様へ。入場待機時は係員の誘導に従ってお並びください。本番中、ご自身のお席を離れて観覧は禁止とさせていただきます。当日会場にて体調に違和感を感じた際はすぐに係員にお声掛けください。会場の都合上、赤ちゃんやお子様連れのご参加はご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。会場内には売店はございません。今お伝えしました内容に対してご協力いただけない場合は申し訳ございませんが、退場していただく場合がございます。お気をつけください。次に、未成年者の方は保護者の方の同意を得た上でご参加ください。その他、公園に関するご案内です。会場内は施設設備による換気状態を保ちます。今からお伝えしますことはしっかりとお守りください。プレゼント類、差し入れなどに関しましては今回はお受けできませんので、ご理解をお願いいたします。そしてスタンド花などのお祝いのお花につきましても、スペースの関係上今回ご遠慮させていただきます。よろしくお願いいたします。そして私が会場に入る時の待ち、そして帰る時の出待ちなどご遠慮いただいておりますので、どうかご協力をお願いいたします。当日は皆様の安全を考えまして、係員の指示に従っていただきますようご協力をお願いいたします。当日が本当に楽しみです。そしてですね、最後の最後になりますが、今回のチケットをいつ予約開始になるかお伝えします。忘れないでください。見逃さないでください。2024年9月1日日曜日です。そしてお時間、お昼の12時からです。販売枚数が達したと同時に売り切れとなります。先着順となりますので、遅れのないように、おそらくですねこの時間殺到すると思います。なので1時間後、2時間後、次の日でも1週間後でも大丈夫かなってチケット取ろうとちょっとゆったりとしていますと、おそらく完売する可能性がございますので、できればこのお時間に予約するといいのかなと思います。私もどういう予約状況になるかは全然よくわかりませんので、できれば後で取れませんでしたというよりは、本当にこのお時間を使いまして予約をなさってください。こちらのチケットを予約する受付ページでございますが、今私が注意事項などをお読みさせていただきましたページがございます。そちらのリンクを YouTube の概要欄に貼らさせていただきますので、そちらをしっかりとご確認お願いいたします。そして私の Facebook、Instagram、 弊社のスタッフの Facebook、Instagram などでお知らせもしますので、そちらからもご確認をお願いいたします。とにかく今私がお伝えした内容、動画でも何度もご覧になってください。また文章でもしっかりとお読みになって、ご理解の上お間違いのないように、返金などができかねますので、本当にお間違いのないようにチケットの種類も間違えないでくださいね。ということで、当日2024年10月27日日曜日、皆さんとお会いするのを本当に楽しみにしております。
もうワクワクとドキドキともう楽しみで今いっぱいです。もう少しで本も書き上がりますので、いろいろなことが目白押しでございます。楽しみにお待ちください。ということで今日はそのイベントの内容の告知でございました。知らない方には、ああタツさん YouTube 出したから見てみてってお伝えしてあげてください。それでは予約の方頑張ってください。よろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。